ここはすみれ川先生のマンション、ライライララライライララライライライ。姉さん、ウーさんがベランダに。まあ、何かお仕事かしら。違うみたい。なんだかアニタが学校で男子と決闘するんだって。まあまあまあ、内容よりもマギーちゃんがいつの間にかハト語を習得してることの方がショックだけど。ちょっと駅前留学で。きっともう二度と役に立たないだろうけど、その姿勢は立派だわ。それはそれとして、アニタちゃんのピンチなわけね。ここは姉として助けに行かなきゃ。おーい、腹が減ったぞ。ご飯持ってこい。先生、ちょうどいいところへ。さあ、一緒に学校に行きましょう。あ、なんで。アニタが男子と。よし、わかった、行こう。うわっ、早っ。